あっちゃんです。この前からね、ちょっとね、視聴者さんライブでね、いろいろ言ってくれててんけどね、あっちゃんに相談、あっちゃんね、その人から相談を受けたりしたらちゃんとリアルで答えてくれるからって言って、ライブで相談とかしてよ、相談コーナーしてよってよく言ってくれてんねんけどね、以前も何度かしたことあんねんけど、なかなか相談が集まらんくって立ち消えになってたりすんねんけども、で相談のメールを送ってきてとか言ってやっぱりやっててんけどもね、なかなか相談メールの方もうまくいかんくってね、だから、ライブで相談っていうのをやろうかなと思ってて、で結局ね、公開相談っていうのをやると確かに言いにくいこともあるかもわからへんけども、あっちゃんだけじゃなくね、他の視聴者さんも答えてくれたりもするしね、であっちゃんももちろん答えさせてもらうんでね、うまいことそれがいけたらなと思って、あっちゃんに相談ライブっていうのをやっていこうかなと思って、で、あっちゃんに質問コーナーっていうのも時々やってるけどもね、それもね、あっちゃんに質問コーナーっていうのもライブでやってもいいかなとか、質問コーナーをまた今まで月1でやっとってんけど、最近月1でやってもね、あんまり質問が増えへんから、どうしようかなって迷ってたりもすんねんけどもね、まあ、そのあたりもね、あっちゃんに質問コーナーとか、あっちゃんに相談コーナーっていうのを作っていこうと思って、であっちゃんに相談コーナーもね、ライブでやるっていうパターンと動画でやるパターンっていうのも作っていこうかなと思ってね、結構やっぱり見てたらね、あっちゃんの視聴者さんも結構悩み事が多かったりね、してる人が多かったり、あっちゃん助けてとか言ってライブで言ってくれてるからね、普段別に相談コーナーって言わんでも相談してくれてたらあっちゃん答えねんけどもね、それも相談コーナーとしてやった方がね、いいのかなと思って、そういう企画をね、せっかくね、提案してくれたんでやらせてもらおうかなと思ってんのね。だから、あっちゃんに相談コーナー近いうちにやりますね。近いうちにとってもけど、今月ちょっとね、本当にレンタルがいっぱい詰まっててね、25、26、27詰まってて、で28休みの29また出かけの、30の休みの1日出かけのみたいな、そんな感じなんでね、12月までちょっと詰まってんだけど、まあ、年末までにあっちゃんに相談ライブやろうと思うんでね、まあ、日決まったらちょっと早めに告知しますね。で、あとね、ちょっとまた年末、まあ年末ね、年末年始、12月31日、大晦日、年越しライブはやりたいなとは思ってね、去年ちょっとうまいこといかへんかってね、去年、前回ね、去年、今年にかけて、だから今年はね、ちょっとそのやろうかなと思って、で、お正月もね、ライブしようかなと思ってね、その出かけんし、お正月も初詣出かけても人多いからね、人の役もらうも嫌やしね、そんなんもあったりね、あとね、神道について答える神社の質問だけに絞ったライブとかね、なんかにそれ、まあ、車だけの質問に絞ったライブ、車以外の質問受け付けませんよとかね、そんなライブもね、その限定ライブ、何かに絞ったライブっていうのをやろうかなと思ったりね、で、あとなんだろうね、まあそんな感じの、何か縛りの限定ライブっていうのをちょっとやりたいなと思ったりましてね。あと、なんだろう。カラオケライブね。これまたね、やりたいなと思ってね。あっちゃんにね、リクエストカラオケライブ。で、これもジャンル縛りでやった。ほら、面白かったんで。前、アニソン縛りでやったり、前、シュウくんとカラオケ屋さんからやったんかな。ジャニーズ縛りやったりね。ジャニーズ縛りね、楽しいんだけど、あっちゃん知らん歌結構多かったね。ちょっと、意外とあっちゃんダメだなって思って悲しかった。それと、男声を出しすぎてしんどかった。そんなんもあったけどもね、楽しかったよ。好きな歌、マッチさんとか好きだしね。マッチさん、最近の歌じゃない、最近のジャニーズ知らんからね、全くね。そんなんも最近じゃないけど、ちょっと前からジャニーズあんまり知らんかったりもする。で、意外とあっちゃんってね、男歌って歌わんのよ。昔から声が合わん、キーが合わんくって。だから男の歌あんまり知らんくてね、どっちかというと女性アイドル、80年代女性アイドル。一番あっちゃんがアイドルに目指してた頃、アイドルになりたかった頃の女性アイドルの歌が好きでよく歌ってたからね。そのあたりぐらいが歌えるんやけどね。あとアニソンはアニソン歌手になりたかったから、これもやっぱりね、80年、90年ぐらいまでのアニソン。それから歌えへんかったりもするんだけどね。まあそんな感じで。で、やりたいなっていうのがあったりね。まあそんな感じでやっていこうと思う。あとほんで、鹿せんべいね。あと1枚いくらか余ってるね。1枚いくらか余ってるけど、これ全部自腹ね。
3万ぐらいいただいて1万5千円ほど使ってきたから、残り1万5千ほどっていうのは自腹やねんけどね。まあ、それでも一応ね、あっちゃん銀行から出してきて、ふと手帳の中入れてあるから、まあ、あっちゃんの持ち出しや持ち出しやねんけど、そういうのを置いてあるから、それも行かなあかんねんけども、やっぱりシカちゃん支援にね、もっとスパチャいただければ嬉しいなってなって、やっぱり年に何回か行きたいしね。で、シカちゃん支援、もちろんシカせんべい代としていただいたらシカせんべい代やねんけども、シカせんべいだけじゃなく移動費とかご飯代とかも出たらすごい嬉しいなと思って、最近本当にシカせんべいあげに行ってね、あっちゃんはシカちゃんのために行ってんねんけどもね、自腹が続いてる上に収益が減ってきてるからすごいしんどい。その中でお昼ご飯代の支援もほぼほぼね、自分見出しになってきてるからね、やっぱそういう支援っていうのは昔はあったんやけど、なくなってきてるから、やっぱ本当に懐的にしんどいところがあって、なかなか足が向かんのもあんねんね。いや、そんなんでわかんねんけどさ。だから、まあね、あっちゃんはシカちゃんのためにと思って言ってるのもね、好意で言ってんねんけども、その好意すらできへんぐらい懐が寒くなってきたらね、もちろん、シカせんべい代はね、手つけずに置いてあるけど、それだけで済まんからさ、やっぱりね、余裕がないとできへんのね。その余裕のために鹿せんべい代じゃなく、鹿に行くための資金を稼ぐためにカラオケライブでスパチャをいただければとかね、相談ライブとかでもスパチャいただければとか思って、そうやってねスパチャとかね支援金を集めていかないと本当にしんどくなってきてるんで、そういうのもこれからやっていこうかなと思って、でそれをねただ単なるお恵みでやるんじゃなく、やっぱりそうやって応援してくれるっていう気持ちでやっていただければ本当嬉しいなと思って、こんな感じでこれからもねやっていこうとは思ってんねん。でね、もちろん自己資金でやれるほどね再生数が回ってたらあっちゃんはそこまで言わへんけど、今はやっぱりみんなでそうやって盛り立ててもらえば嬉しいなって。逆に言うたら本当に大手さんなんかでもねスパチャバンバン飛んでいる、あの人たちはすごく稼いでるけどスパチャ飛んでる、なんでかって言ったら気持ちのスパチャやねんね。だからあっちゃんのってほんまお金ないし苦しい中でやってて小じきとか言われるけど、大手さんもっともらっ、もっともらって言い方悪いけどすごいもう流れるように、もうスパチャにお礼も言えへんぐらいの勢いで流れてる。それを見てるとね、やっぱ大手さんになってくるとそこまで言われへんねんなって、あっちゃんやとそこまで言われ、まあそういうね気持ち悪いケチくせ言い方悪いけど、嫉妬する変なやつがいっぱいくっついてるからね、それがまああっちゃんのバットマークの風やねんけど、まあバットマークもあっちゃんは支援やと思ってるから、それでね還元者は収益率が上がっていってるから、まあちゃんはありがたいっちゃありがたいんだけど、要は影響力のある配信者として見てもらえるからね、バットマーク自体は、ね、今ちょっとバットマークが見えんくなったんでね、バットマークの数自体がちょっと減ったりもしててね、悲しい話やねんけどね、逆にね、まあグッドマークが見えてるからいいかと、グッドマークもっと押していただければね、本当にグッドマーク押してくれる、コメントしてくれる、それも、支援の一つやね。なんでかって言ったら、それで、再生、1再生につきいくらっていうレバレートじゃわ。そういうレートが上がっていくんね。だからそのレートが上がるっていうのがすごいありがたいからね。1再生 0.1 円より 0.2 円。だから1回見てくれたら 0.1 円つくとか 0.2 円倍になるのね。だから次の単純計算、月ね、5万円やったのが10万円になる。そこまでいかへんけどね。5万円やったやつが7万円ぐらいになるとかね、そういうちょっとアップするからね、やっぱ嬉しいところがあって、ようやくねちょっとし還元率上がってきて2桁前になってきたけどもね、でもやっぱ苦しいね、お前生活しとってギリギリちょんって終わってまうって感じやねんね。だからもうやっぱりちょっとね毎月やっぱ数万でも余裕が出てきたら、もっともっと外行けるようになってきたりするね。だから今はまあね、おかげさんでレンタルがすごい立て込んでてね、レンタルで、撮影のね経費だけ持っていただくだけでもね十分あっちゃんはね再生の方で丸々収益としていただける。これが自分で行くと、ね、例えば1ロケ、ね、1000円使って再生数で1000円稼ぐ方が無理やねん、はっきり言って赤字やねん。だから自分の見出しが多いのね。だからそんなもあって、ね、だから、ご飯はどうしても食べないといけないで、このトークなんかやったらはっきり言って喋るだけやから経費かかってない、かかってないはうせね、電気代もかかってるし編集にも電気代かかるし時間かかってるからね、だからゼロではないねんけども、それでもその資金っていうのは他に回せるからね、こうやってだから今喋ってっていう動画も増やしたりもしてんねんけども、
だからここで今までみたいにね、ポテチ紹介したらポテチ買うのに160円200円買って、本当にポテチ紹介されて200円還元できるのか、できへんからね。はっきり言ってポテチ食べたら損するから、だから食べてない、いや違う違う、体に悪いから食べてないんだけど、でもそれは一石二鳥でね、体に悪いってことが気づいて、おやつ動画をやめた、やめたことによってそんな気分の見出しもなくなる。だから収益率は減ってる、再生がなくなってるから減ってる、代わりに残るお金は増えてるわけでね、まあ、そんな感じでねやってるんでね、本当にみんなからの支援ってすごいあっちゃんは大切なんで、いやこの人にやったら恵んでやるっていう気持ちじゃなく、あこのトーク聞けたからお礼にこんだけスパチャしてもいいよねって、やさしてくださいって言ってくれるような配信ができたらなと思って、だからこれからそういうのをね増やしていこうかなって今を考えてんの。だからこれはね言った今日からできるんで、この動画がいつかかるかわからへんけど、ライブしながらね、まあ普通の雑談もいいけどもね、なんかこう質問コーナーとか悩み事相談とか、そういうライブもこれから増やしていこうかなって、でみんながねこうスパチャしてもいいな、スパチャしたいなって思ってもらえるような、ライブを増やしていこうかなと思ってんの。ご覧もよろしくお願いします。でゲームの方もね、もちろん目がしんどくってなかなかできへんねんけど、できる限りゲームの方もやっていこうかもね。でゲームやりながらね、ほんまにチャットも読めたいんだけど、ほんとしんどい。レースゲームが大好きやねんけど、もう目がついていかへんのよ、もう目はしてるんね。だからここで、ね、ヒカがまた何かしてくれるっていうんで、ヒカにねちょっとまたゲームの方を任せようかなと思ってて、でヒカだけじゃなく、あっちゃんも最初はね手伝ったり、いやあっちゃんもゲーム好きやからするときはするけど、そのときもねまたゲームやっていくからね、またゲームもクリアしたときにね、気持ちだけでもいいんでスパチャしていただければ嬉しいな。ほんまにスパチャってすごいね嬉しくて、ね、日本人でなかなかこういうね投げ銭っていう文化じゃないねんね、チップとかでもなくて、だから外国とかだったらもう普通にチップ制の国が多いから、普通に投げ銭って普通にやるんやけど、日本人なかなかなくってね、それが浸透したらな、でも大手さんには浸透しててすごい行くのに、これ不公平やなと思う。まあそれは世の常やねんけどもね、だからあっちゃんはまあね、本当に乞食って言われるのは恵まれるんじゃなく、やっぱりこの人には支援したいなと思ってしてくれるような配信者になりたいなと思うんでね、そうやってみんなに喜んでもらえるライブは増やしていきたいと思います。これもあっちゃんのやりたいな、新しくやっていきたいな、新しくっていうかね、今後やっていかなあかんなっていう、あっちゃんの思いやねんね。またそういう動画も作って、動画じゃないな、ライブをしていったりとかするんで、まあねご利用は計画的にじゃないけどもね、自分の懐範囲でスパチャをしていただければ本当嬉しいです。だからあっちゃん最近ね増えてきてるのが、うんこスパチャがすごい増えてきてるんだけど、あれすごい嬉しくってね、本当にその金額的に本当に一番ね、なんていうかいくらの金額がある中のね、スパチャじゃなくステッカーやねん、あれスーパーステッカーってやつやんけど、スーパーステッカーっていうのはいくらいくらいくらって金額決まってるんだけど、それでもねやっぱりしてくれるって気持ちがすごく嬉しくって、だからねやっぱりね気持ちよくスパチャをしていただいて、気持ちよくありがとうって言えて、でみんながスパナイスパって言える、でこの関係すごいいいなと思って、それで次の動画の糧になるって言ったら本当にねすごいよくってね、だから苦しくないレベルでスパチャをしていただければ嬉しいです。それが明日の動画への活力と明日の動画への資金につながってくるんでね、皆さん本当にご協力よろしくお願いします。そんな感じでこれからもライブも増やしていきます。またね、バイバイ。